時空の果てで、は、イギリスの SF ドラマ、ドクター・フー・級シリーズ第12話にして最終話。2015年12月5日に BBC1 で、初放送された。脚本は、スティーブン・モファット、監督は、レイチェル・タラレイが務めた。本作では、異星人のタイムトラベラー12代目ドクターが、自らの種族タイムロードによる監獄を脱出して、惑星がリフレイに到達し、 新たな大統領に就任する。彼はタイムロードの間で予言されているガリフレイの廃墟に立つとされるハイブリッドの知識を使い、コンパニオンのクララ・オズワルドの命を救おうと奔走する。その過程で宇宙の終焉にたどり着いた、彼はフロー死の存在として生き延びていたアシルだと遭遇し、自分自身とクララが二人で一人のハイブリッドと化したことを指摘される。 ガリフレイ脱出のためにクララとドクターが盗んだターディスの内装は、アンアンアースリーチャイルドで登場した最初のターディスの内装がモデルになっている。また、ラシロンは字の割以来の再登場を果たす。クララは曲線を反転させたというフレーズを口にしており、これは三代目ドクターをはじめとするドクターが頻繁に口にしていたものである。ガリフレイに到達したドクターが訪れたナヤは、 彼が幼少期を過ごし、後に終末兵器モメントを起動しようとした場所である。ハイブリッドがドクターとクララの二人のことであると明言される前に、アシルダはドクターが半人間半タイムロードのハイブリッドではないかと仮定している。八代目ドクターは1996年のテレビ映画で同様の主張をしていた。アシルダがタービスのドアを4回ノックした際、ドクターは いつも4回だと指摘している。これは10代目ドクターの死について、彼は4回ノックすると予言されていたことを反映している。ドクターがクララの記憶を消去することを決めた際、以前にもテレパシーを使って同じことをしたと彼は告げている。これは10代目ドクターが旅の終わりでドナノーブルの旅の記憶を消したことを指している。最終的にクララの策略でドクターが クララの記憶を失うことになるが、その後彼が訪れたクララのレストランは、ドクターからの招待状で11代目ドクターが、訪れたレストランと同じ内装をしている。そのエピソードでは、当時のコンパニオンのエイミー・ポンドとローリー・ウィリアムズも、店を訪れており、12代目ドクターは、その2人にも言及している。魔術師の弟子でミッシーは、クロイスター戦争について、 ドクターが月と大統領の妻を盗んだとして言及していた。彼は本作でその言及について訂正を入れており、大統領の妻ではなく娘だったこと、そして月は盗んだのではなく失ったのだと主張している。ドクターがレストランに向かって歩く場面では、北シスワンの Don't Stop Me Now が流れている。この歌はオリエント急行のミイラでも使用された。 店内でドクターがエレクトリックギターで演奏した曲はクララのテーマ曲のアレンジである。この曲はマレーゴールドが作曲しクララ役のコールマンが初めてドクター風に出演したダーレク収容所で最初に流れた。また12代目ドクターはバットウルフのライトモティーフも演奏している。時空の果てでの台本の読み合わせは2015年8月4日に行われ、 撮影は2015年8月10日に開始された。ネバダ州やガリフレーデの屋外のシーンは、スペインのカナリア諸島のフエルテベントラ島で8月下旬に3日をかけて撮影された。メイジー・ウィリアムズは、死んだ少女、生き続けた少女、カラスに立ち向かえで、アシルダ役、ケン・ボーンズは、ドクターの日で、将軍役、クレア・ヒギンスは、ドクター・ゼンヤと、 魔術師の弟子でオ平ラ役を演じており、それぞれの役で再出演した。字の終わりで、ラシロン役を演じたティモシー・ダルトンも、再出演を依頼されたが、撮影に参加できず、ドナルド・サンプターが演じることとなった。彼は、ザ・ホイール・イン・スペースで、エンリコ・カザーリー役を、ザ・シー・デビルズで、リジウェイ・シー・レイカーン役を演じていた。魔術師の弟子、魔法使いの友でコロニー・サーフ役を、 影に囚われてデベール役を演じた、ジェイミー・リードイコールク・オレルもスライダー役で再出演した。イギリスでの時空の果てでのリアルタイム視聴者数は447万人、番組視聴選挙率は20.0%を記録した。アプリシエーションインデックスは82であった。タイムシフト視聴者を加算すると最終合計視聴者数は617万人に達した。 時空の果てで、は、批評家から肯定的にレビューされた。デジタルスパイのモーガン・ジェフェリーは、いくつかの点では、スリリングで心を打ったと述べたが、人々の記憶に残るであろう、不安定なクライマックスであり、残念ながら、エピソードの多くの、そして様々な良い点に影を落としてしまうことになりかねないと批評した。デン・オブギークのサイモン・ブリューは、守備一貫していて、オタクっぽく、 時に素晴らしく、時に少しイライラしながらも常に見応えのあるテレビ作品だったと主張した。インデペンデント誌のエイビーバーンズは情緒的でユーモラスなエピソードだが起きていることの半分しか理解できなかったとコメントした。なお、すべての批評家が肯定的だったわけではない。カルトフィックスのジョン発生はクララの再登場を批判しカラスに立ち向かいは クララの私的な結末であり、そこで終わらせておくべきだった。タイミーはイメイなナンセンスで引きずるべきではなかったと述べた。さらに彼は、第9シリーズのストーリーアークであった、ハイブリッド問題が解決されていないことを批判し、シリーズにほとんど寄与せず、純粋な憶測以上に、壮観なものは何もなかった。我々は、本来のスタート地点に戻ってしまったとコメントした。ありがとうございます。